久しぶり。私のこと覚えてる？まあ、覚えてないよね。ここはどこだと思う？変な空間だよね。ここは、あなたの夢の中なのです。そして、私はあなたの願いを叶える悪魔さん。今夜こうしてあなたの夢に入り込んできたのは、あなたの魂をいただきに来ました。なんでって言われても、あなたが私と契約したからだよ。覚えてない？ それはそうだよ。契約の内容に私との出会いを忘れるように契約してあったんだもの。ちゃんと契約書を読まないとダメだよ。じゃないと、私みたいな悪い悪い悪魔に騙されちゃここしばらく幸運続きだったよね。大金を拾ったり、可愛い女の子に言い寄られたり、芸能人にスカウトされたり。今までのあなたの人生からは考えられないぐらい、とっても幸せな出来事がたくさんあったと思うの。それね、全部私との契約によるものなんだよ。あなたの幸福は私によってもたらされたものなの。どう？嬉しかった？それでね、あなたの人生の幸福、全部使い切っちゃいました。パチパチパチ。素晴らしい。おかげでね、あなたのこれからの人生には決して幸せが訪れることはありません。あなたの人生は右肩下がり。もしかしたら詐欺に遭うかも。もしかしたら交通事故に遭うかも。もしかしたら、もしかしたら、もしかしたら、死ぬより辛い目に遭っちゃうかもしれない。亡くなった幸福はもう戻ることはないんだよ。それは嫌じゃない？嫌だよね。だからね、私、あなたに契約をもう一度提示しに来たんだ。ね、あなた、私のものにならない？このまま契約通り魂だけいただいて、搾りかすのような魂で不幸な日々を送って死んでしまうのって嫌じゃない？嫌だよね。そう言うと思った。だからね、私のものになっちゃいなよ。私のものになったら、魂は取り立てないであげる。ずっと私のそばにいて、ずっと私のことを見てくれたらいいの。そしたら、あなたの魂を永遠に守ってあげる。新しい日常があなたを待っているの。ね、どうする？早くしないと。あなたの人生めちゃくちゃだよ。ねえ、早く。私のものになってくれるんだ。ありがとう。開けることのない私との生活を永遠にここで過ごしましょう。現実世界に戻れないのかって？まさか、気づいてなかったの？私、一度もそんなこと言ってないよ。新しい日常があなたを待ってるって言ったの。ちゃんと確認しないから。これから待っているのは私との終わらない愛の日常。ずっとね、ずっとね、あなたのこと狙ってたの。あなたが生まれた時から、
あなたのことを狙ってたんだから。あなたの魂、とっても美味しそうで素敵だったから、他の誰かに見つかる前にずっと私が他の虫が寄りつかないようにしてたんだからね。実はあなたに言い寄ってきてた女も私だったんだよ。気づかなかった？あなたがとっても優しかったから、私ね、もっとあなたのことが好きになっちゃった。本当は魂をいただくつもりで契約してたんだけど、それじゃ嫌になっちゃった。だからね、契約を上書きしてね、あなたをずっとそばにいれるようにしたんだ。これであなたとずっと一緒にいれるんだよ。すごく嬉しいの。ここはあなたの夢の中だけど、魂は私のもの。だから私が解放しないと、あなたは自分の夢から覚めることすらできない。もちろん私の許可があれば、ちゃんと今まで通りの日常を過ごすことも可能だよ。でもね、今の私は選択肢を出すことができる。もしこのまま私があなたの夢を覚まさなければ、当然だけど体の方は弱っちゃう。もし死んじゃったら、もう現実に戻ることはできないし、この夢の空間は永遠に閉じられる。ねえ、あなたはどっちがいい？このまま私と夢の世界に閉じ込められるか、私の許可のもと元の生活に戻るか。そうだよね、あなたならそうするよね。でもごめんなさい、さっきのは嘘なの。その顔、あなたのその絶望に染まった顔が見たかったんだ。好き。ごめんね。嘘っていうのも嘘。だってこうでもしないと、どっちが上かわかんないでしょ。あなたが頼み込んでくれたら、ちゃんと返してあげる。よくできました。もちろんわかってると思うけど、他のメスに近づいたり浮気したりしたら、わかってるよね。そんなことしたらもう二度と目を覚ますことはないと思ってて。大丈夫だよ、あなたが私を裏切ったりしなかったら、死ぬまでちゃんと生活させてあげる。悪魔は契約に忠実なんだよ、信じてほしいな。じゃ、そろそろ目が覚めるようにするね。じゃあ、また今夜ね。ああ、本当にいい子だな。ちゃんと確認しようねって言ったのに。亡くなった幸福は戻らないって言ったのに。いつ私と一緒になってくれるかな、楽しみだな。本当に楽しみだな。